どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それでは、おっと、間違えた。ごめんなさい。戻りますよ。それじゃあやっていきましょう。ここからかな、ジャンプ。さあ、続きやっていきましょう。ハバネさん、部活入ってないよね。名義だけでも貸してもらえないかな。他に入りたい人見つかるまででいいからさ。幽霊部員ってわけだね。お断りよ。ああ、突き放すように言うと、ハバネさんは一人でガレージを出て行った。ダメか。俺たちで何とかするしかないな。君たち。すいません、先輩。勝手に話進めちゃって。いや、助かった。君たちがいなければ、廃部になってたところだった。でも、本当にいいのか。俺、元からそのつもりだったんで。私もいろんな意味で興味あるし。部員集めは任せてください。天音先輩は活動実績について副会長さんが納得するようなネタをまとめておいてください。そうする。なんか浮かないな。負い目に感じなくていいんだぜ。お前いいのか。何が。今日初めてガレージに行ったんだろ。なのにいきなり入部するなんてさ。うん、でも面白そうなのは確かじゃん。葵もいるし。お前な、あれで空飛ぶんでしょ。ワクワクするなって方が無理だよ。だよな。思わず声が大きくなる。アゲハが同じ気持ちだったのが嬉しくて。まあ私の場合、飛ぶより飛ばす方に興味ありだけど。俺は飛んでみたいんだ。それにあの人はあれやるためにずっと留年して学校に留まってんだろって噂だよ。天音先輩は授業にも出ず、いつもガレージにこもってるって。それが嘘か本当かは知らないけど、あの人が真剣に取り組んでるのはわかる。それを部員が足りないからってなんてつまらない部員が足りないからなんてつまらない理由で終わらせるわけにはいかない。まずは残りの部員集めからだね。あいつに声かけてみるか。いるね、該当者が一人。グライド？何それ、ちょっと面白そうじゃん。でしょでしょ。だからさ、あんたも入部しない？あー、でも俺バイトあるし、それにお前と仲良くしてるとエリちゃんがやきもち焼くからパス。そこをなんとかさ。大丈夫、バレないって。それがバレるんだよ。エリちゃん、うちの学校に友達いるから。だからあんま話しかけてくんなよ。くぅ、彼女できた途端これだよ。私ら幼馴染でしょ。友情はどこ行った。バンドも忙しいし無理無理。今度ライブやるんだ、だから今練習中。冷てえの。あいつに頼めばいいだろ、葵によ。頼むも何も、すでに部員だよ。何？お前らまたつるむの？何よ、悪い？あんたも仲間に入れてほしくなった？誰があんなやつ、ペペ。が、汚なズバ飛ばすな。ったく、麻婆のくせに生意気なんだから。おい、アゲハ。何よ。まあ、なんだ、今度はうまくやれよ。は？何の話？なあもん、さっさと行けよ、ほら、失神。麻婆のアホ。ダメだった。ダメだった。やっぱ俺のせいか？ううん。彼女とバイトとバンドが忙しいって、あの青春野郎。昔、散々遊んでやったのにさ。んなこと言ってお前、麻婆が彼女より俺ら対戦してたらどうするよ。コブラツイストで締め上げる。泣くまで。じゃあ、しょうがねえな。次は、そうだ、ホタルもここにいるんだったよな。なるほど、ホタルちゃんにもちょっと話しかけると。一年の教室で来た。上級生が訪ねてくると、教室は妙な緊張感が漂う。
何かな。いや、ホタルの制服姿初めて見たけど似合ってんな。昨日会った時は私服姿だった。なんか大人っぽく見えるな。からかう調子で言うと、ホタルは火がついたように真っ赤になってオロオロしてしまった。やだな、お兄。私、大人っぽくなんか。こーら、青い。後輩をからかうんじゃない。からかってるけど、言ってることは本心だぞ。それ、余計に立ち悪いから。あーちゃんの方が可愛いよ。は？私？ほら、兄、制服だって私より似合ってる。私だって別に、マーボーには中身男だって言われてるし。でも見た目は可愛くなったでしょ。ホタルの純粋そうな目でじっと見られると嘘はつけない。ああ、可愛くなったと思うぞ。は、青い。ドス。うわっ。脇腹に肘打ちを食らった。痛い。ありがとう。葵もまあかっこよくなったと思うよ。やっぱ姉妹じゃねえか。お改めてそれも1年の教室で言われると照れるな。うつむいてるのは脇腹が痛いせいだけど。って今はそんな話しに来たわけじゃないの。アゲハは勢い込んだままホタルに、ソワリング部の部員集めについて相談した。アオニーとアーちゃんが同じ部活に入るの？そういうこと。だからホタルもどうかなって。チラホタルが俺を盗みいた。弱々しいながら固くなな調子でそう答える。何か事情があるのかもしれない。分かったよ、ホタル。けど、興味があるならいつも来てくれ。できたわよ。ハバネさんが、すりこぎで叩いて適当な大きさに砕いたキュウリを持ってくる。こんなにしちゃって大丈夫なの？なあ、この方がよく味が染みるんだ。このキュウリは和え物にする。叩いた方が包丁で切るより味が染みやすいのだ。他にやることは？ないかな。そ、じゃ。あのさ。何？まだ入部希望者見つかってないんだ。心当たりは全部当たったんだけどな。そう。お前、俺たちよりよっぽど興味ありそうだったじゃないか。風車の丘で初めて飛んでいるグライダーを見たとき、ガレージで迷い込み間近で実物を見たとき、紙飛行機を作って一緒に飛ばしたとき、いつもキラキラと子供みたいに瞳を輝かせていた。俺はハバネさんのあの表情が忘れられない。普段はむっつりとしてつまんなそうにしているハバネさんだけど、あれがこの子の本当の表情なんだと親は思っている。私が入部したって迷惑かけちゃうだけだもん。なんでだよ。かからねえよ。ぶっちゃけ入部してくれるだけでありがたい状況だ。だって私もうすぐ。言葉を切るとハバネさんは車椅子を進める。なあ、聞いていいか。ダメ。なんで学校を辞めるんだ。ダメって言ってるのに。ハバネさんは何かに気づいた様子でハッとなる。やっぱりあなただったのね。私の退学届拾ったの。退学届？なんだそれ？うまいのか？今夜のおかずにすんのか？俺は堂々としらばっくれた。バカ！アホ！いじめっ子！あんたなんかドブにはまって死んじゃえ！すんごいセゼリフを吐くと、ハムネさんはわたわたと逃げていった。ドブにはまって死んのか俺。さあ、ということで次回行きましょう。楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。
お困り製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな、どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。